赤色担当座イングレンドユーノアイトカンナメ紫雨緑のふみ白の雪せーのセーブポイントでーす。さあはい、というわけで本日の企画はあんまりちょっとよく分かってないのでちょっとだけ説明してください。玉平さんお願いします。今からリンドウのアイドルの人たちの目だけを見せるので目目みんなにそれを当ててもらいたいと。ああ、なるほど。え、結構わかる気がする。いや、むずいと思う。自分結構最初に目に行くの目です。どう今うまくないどうさあ、やっていきましょうか。はい、というわけで本日の企画はこの目、どのアイドル。今日は何問ぐらいあるんですか。5問あって、その1問の中に4人います。バンって4つ出てきて、それを1から4までを名前で当てはめる。むずっ。じゃあ計20。計20。やばっ。20人もいるんや、リンドウ。すげえ。なんかどんだけ当てれるか勝負するなら、なんか罰ゲームみたいな。目つぶしとかいいじゃん。つか誰もしてないから1週間メガネ生活。あーどう。え、だからその日のライブも多分メガネ。あーいい。多分その週にあるライブも全部。ちなみにそのメガネは実費で。もちろん。俺らは選ぶけど実費で買ってもらう。やばいな。じゃあ罰ゲームは1週間メガネ生活ということで企画やっていきまーしょー。セーブポイント、じゃあ行きます。第1問目でで、部屋ってわかんないかも。はい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 。こういう系統で集めてくるんだ。え、これは 1,2,3,4 全部名前を挙げればいい。え、待ってわかんないかも全然。結構余裕なんだ。あ、1人わからない。1人マジわかんない。ちなみにどの人。2番。え、1番わからん。ちなみにこれセーブもいますよね。佐藤でしょ。え、誰だこれ。1番見たい。なんかその近くで見るまでもなかった。オッケーオッケー。ちょっと待って、あっちで行こう。かなめさんの目はもう出てきたら二択だな、これ。でも俺日によって目違うから。そうかも。オッケー。自信ある人から3人同時に行くじゃん。そこ3人でね、行きますよ。いっせーので、はい。1が1アマトくん、2ユキ、3アム、4ハウキ。うわっ、ねえ2アムシノだって。自信出てきた。出てきた。来た来た。じゃあかなめくんと一緒。ちょっと行くよ。じゃあ一緒。俺も行くね。俺も。はい。俺も1アマト君、2ユキ、3アム、4ハウキ。おー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 、いいかよ。正解は1番アマト君、2番ユキ、3番アム、4番ハウキ。おお。俺アマト君とノア様でも。あ、そうだ、俺もノア様。全然違うよ。ノア様全然違う。ノア様はもっとでもそう、なんか人を殺しそうな目。だけどちょ、それカットじゃない。全然大丈夫。けどここのなんていうの、ここのこうあったじゃん。これがノア様あんまり確かないなないと思って。ノア様はもっとかっこいい。なんかちょっとキリッとしてる感じかなって思って、なんかアマト君にしたな。あとノア様はシャドウをね囲むからね。すごいすごい。見てるじゃん。マジでカラコンも大体ねグレーだしね。いや、わかんな。ハーフ系のカロコンつけるから2番目。第2位むずい。メンバーの目を間違えた。じゃん。あーあーあー、はい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 。これ結構特徴的組。うわ、待って、3番迷ってる今。なるほどね。ちょっと自信あるかも、これは。あ、じゃあ実際にバンってやって1位何々ってみんなで。いいよ、せーの、バン。せーの。1がせーの椿くん。2がせーの早音。3がせーのノア様。4がせーの大地くん。おぉ、みんな合ってんじゃない。できた。全員正解です。おぉ、結構簡単。これ特徴ある。すごい。第3問です。あーあー、待って、ああ結構わかんないかも。わからん。目だけってなんかエッチだな。あー、わかんない。ぼーっと。いや、合ってるかな。合ってるかなって。俺も書いたサイトと合ってるかな。一番がちょっと不安なところでは。ああ、俺が思ってる人であればこの人ちょくちょくメイク変えてる人だから。俺1と4ちょっと怖いんだよね。4はでももう分かる。いきます、いっせーので。じゃん。1番がせーのイブキ。おお。2番がせーのリンタロー。3番がせーのユノ。せーの4番がせーのリュウくん。
誰が違った一番自分、アシュタン君。あー、わかる。じゃあ、一瞬もあれか、ゆえみ以外が全員一緒。うん、じゃあ、言っていきます。1番、いぶきくん。あー、2番、りんたろうくん。3番、ゆの。4番、りゅうくん。おぉ、ってことは、今のところ、ふゆみとあめが1ポイント。え、けど、アシタン君に若干なかった。アセタンはもうちょっと縦目だ。そうだね。お前らなんや。いきます。第4問です。じゃん。ああ、これは難しいと思う。2と4は分かった。マジで分かんない。待って、むずい。これマジで分かんないかも。え、これ全員違う人ですよ。違う人です。よくない？いや、1と2がさ、左右結構対称だから。あ、なんか分かってきたぞ。やべえ、分かんないわ。これは玉ひよさんの、あの、まあ人選のチョイスと、あとどの写真を持ってくるかがすごい上手なの。おお、すごい。すごい、やばい。自分心理戦ふっかけられてる。5、4、3、2、1、終了でーす。マジで分かんない、分かんない、分かんないわ。正解は、ゆらくんです。おー、当てる。あー、そういうことか。そういうことだ。2番、まさむねくん。3番、かなめ。4番、こいくん。あー、なるほどね。ひどいね。えっちゃんとか3番誰って言った時悲しかった。悲しかったよね。自分もあっと思った。3番って今誰がどう間違った？俺2問間違えた。自分1問間違え。俺は全部当てた。全部当てた。今は全部当てた。俺3つ間違えた。じゃあやばいね。もうやばいね。最終問題いきます。じゃん。ああ、わかる。これ玉ひよさん入ってます？入ってないよ。入ってない。あ、分かった。それ一番分かった。待って、一番は分かった。一番分かった。あー、はい。ちょっと待って、かけてる人なんている？あー、分かった。え、待って、全部あったわ。え、待って、2と4が分かんないかも。え、自分も2と3が分かんない。え、待って、え、4、え、4。二と三一緒じゃ、一緒の人じゃないの？違うんですよ。わあ、終わったかもしれない、これ。待って、マジでわかんねえ。二と、ちょっと待って。四がわかんない。なんか三、自分のここに似てんな。ここの赤い部分が。待って、わかった。ああ、はい。皆さん一斉に行きましょう。せーので、はい、分かんない。1番が言ってってください。1番、せーの、イリボン先生。2番が、せーの、ふゆみ。おお、うわー。3番が、せーの、エチオ。4番が、せーの、ウトくん。うわ、ナメくんって書いちゃった。俺、ナメくんって書いちゃった。正解は、1番、イリボン先生。2番、ふゆみ。3番、えっちゃん。4番、ウトくん。すごい、眉毛太いな。ということは、ということで、イエーイ。はい、大会がアム。というわけで、1週間メガネ生活お願いします。お願いします。動画が始まってからだから、これそれまでに俺らは決めてあげればいいんだよね。何を買うか。これはお蔵入りにしよう。絶対しませんよ、これは。というわけで、この動画が良ければ高評価、コメント、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でー。バイバーイ。バイバーイ。